はい、サイクリスト編集部の松尾修作です。はい、サイクリスト TV の森ひかるです。はい、ということで今回のバイクインプレッションはこちらです。はい、キャニオンの新しくなったエアロードの CF-SL になります。はい、エアロード今3つグレードがあって、上から CFR、はい、でその下が SLX で、その下がこの SL ですね。で、CFR の方は、僕この前ちょっとキャニオンジャパン京都のオフィスまで行って、はい、しっかり、ね、走ってきたっていう持ってましたね、はい、動画がね、過去に上がってるのでぜひこちらご覧いただきたいんですけど、はい、まあ、今回その一番下のグレード、まあ、どんな走りをするのかっていうのがすごく気になったので、まあ、今回持ってきました。お、はい、でね、新しくなったエアロード、まあ、簡単に今概要説明すると、はい、まあ、パッと見てこれエアロード差は全然もう健在なんですけど、実は結構変わってるんですよ。お、まあ、ディスクブレーキが標準装備になったっていうところはもちろんなんですが、各部のね、ボリュームが結構、ね、かなりボリューミーですよね。そうですね、なんかまるでトライアスロンの選手が使う TT バイクみたいな。そう、そうなんですよ、まあ、この辺りのね、例えばチェーンステイとかね、シートステイも結構太くなりましたし、よりエアロになりましたし、あとは、例えば工夫もすごいされていて、このシートポスト、はい、これね、2層構造に実はなってるんですよ。ちょっとね、今分かりづらいかもなんですけども、ここの部分、前の部分にしが詰まってて、下の方は前の部分しかないんですよ。要は後ろカバーなんですよね、これ。え、カバーなんですか。そう、何かっていうと、ここの後ろからシートポストを止めるようなボルトでクランプするようなタイプになってるんですけども、はいはい、前の部分だけにすることによってこれがこうしなりやすくなるっていう振動吸収性をね、狙った形になっていて、じゃあただこのバイクは、うん、これはエアロじゃねえよ、振動吸収性も備えてるんだぜっていう、そういうことですね。で、後ろこれカバーなんですよね。すごい。そうなんで、まあ、だいぶね、ハードなこう見た目にはなってるんですけども、まあ、そういう乗りやすさっていうものもしっかり考慮がされてると、まあ、その証拠に今回この完成車についてるこのタイヤですね、これ、GP5000 の 28mm がついてます。かなり太めですね。太めですね、うん、まあ、太くなることによってエアボリュームがしっかり稼げるので、まあ、そのグリップ性能だったりとか、まあ、空気圧を落として乗ったりとかね、はい、することもできるので、まあ、このあたりね、太いタイヤを履かせることができるっていうのも一つディスク専用になったことによる、まあ、メリットかなと思います。はい。でね、ハンドル、まあ、CFR のものに関しては分割できるハンドル、ね、そうですよね、これかなり特徴的だと思うんですけど、これはね、一体式ではあるんですけど分割式ではないですね。うん、でもワイヤールーティングも中の、うん、中に内装式じゃなくて外装ですよね。そうですね、完全には中に入ってないので、まあね、このステムの、根元、ヘッド周りのメンテナンスだったりとか、はい、まあ、そういった方、自分で作業したいなっていう方に関しては、まあ、だいぶ簡素になっているので、やりやすいですよね、と思いますね、メンテナンスが。うん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 、かな。あえてこういう風に外出しを選ぶ人も多いですし、僕も完全内装じゃなくてまず外出しして、あ、なるほど、メンテナンスをしやすいようにしたい人だったら、うん、このハンドルいいかもしれないです。なるほどね。まあ、キャニオンっていうとね、ドイツから直送される、そうですね、うん、ブランドということで、なかなか、お店でちょっと持って行きづらいなっていう面もね、実際あると思うんですよ。で、その時に自分でちょっとね、いじってみたいなって思う方なんかはこういうところのメリットなのかなと思います、うん、いいと思います。はい、今回ですね、用意したバイク、エアロード CF-SL8-8、はい、のディスクで、これね、完成車で、機械式のアルテグラがついたモデルなんですけども、はい、交渉重量が、7.78kg、平均重量で軽いっすね、はい、全然 8kg 下回ってるんで、こんなね、ボリューミーな、ね、見た目でね、ハイトも高い、これがついてるんですけども、はい、まあ、結構軽いということで、実際に測ってみましょう。測ってみますか。はい、7.75、スペック通りですね、スペック通りの重量ですね、うん、ほぼほぼ同じということで、はい、軽い、まあ、いいですね、8キロ切ってペダルなしですけどねエアロロード系のフレームで8キロ切ったらいいんじゃないですか。まあ、そうですね。ちなみにこれで、価格が40万9000円ということで安い、うん、やっぱりさすがコストパフォーマンスがいいですね。一番嬉しいのって、走り始めてもう最初からカーボンホイールがついているっていうのがすごいいいですね、うん、このままレース出る人って結構カテゴリーレースでも、うん、よく見受けられるんで、うん、ホイールのアッセンブルといい、さすがドイツ、さすがドイツ、うん、いいですね、まあ、信頼のおける、ね、仕様で組まれてるということでね、走りもどうなんでしょうね、CFR すごい良かったんですけど、うん、SL
どんな走りをするのか楽しみですね。楽しみです、はい。と松本さん、あと僕のキャニオンのこう、はいはい、おすすめしたいポイントっていうのが、はい、これ反対側に隙はあるじゃないですか、はいはいはい、これが取れるんですよ、はい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 、取れて前後のこうホイールの外しがこれ一つだけで賄えちゃうのがこれ非常にいいあのシステムだなと思って、ね、あ、いいですね。ちゃんとキャニオンのマーク入ってますね、うん、はい、ということで今回スペックを中心に紹介してきたんですけども、はい、まあ、次回はですねいよいよ実装のレビューをご紹介していく回になりますのでぜひ次回もお楽しみに。